皆さんおはようございます。モダンタイムス店長のヒロです。今日はですね、話をしていて楽しい人楽しくない人というテーマでお話をしてみたいと思います。バー営業が始まってからですね、1ヶ月経つんですけれども、1ヶ月間いろんな人と話し続けて、私たちはね、バーを経営している人間だったりバーテンダーだったり、する人たちっていうのはこう話のプロとしてですね、こうお客さんが心地よくなるようにとか、お客さんが喜んでくれるような話題だったりとかね、その楽しんでくれるようなお話、言葉の選び方だったりとか、そうしないといけないんですけども、逆にね、私が、喋っていて、こういう人と喋ってると楽しいなと、こう、思う人っていうのを考えてみました。なので、何かこう、会話がね、うまく続かないとか、こう、彼氏、彼女とね、何喋っていいかわからんとか、こう、逆に彼氏、彼女ができないで困っている、ね、やっぱり会話しないとね、こう、つながらないのでね、なので会話がないと付き合うにも付き合えへんかなと思ったりするので、そういうことで悩んでる方は、一度ね聞いていただきたいなと思います。で、たくさんちょっとノートに書いてみたんですけど、その中で一番大事な部分っていうか、一番ここだけはみたいなとこ3つお話しすると、まずはよく話を聞いてくれるというか、共感してくれる人っていうのは、喋っててすごく喋りやすいな、話しやすいなというふうに思いますね。で、共感っていうのが気が合うっていうね、部分なので、それはもう趣味とかね、なんかその考え方とか生き方とかに寄ってくるのでね、それはもうどうしようもない部分っていうかね、あるんですけど、だから音楽が好きとかね、その漫画が好きとかゲームが好きとか、あるじゃない、本読むのが好きとかね、そういうのが共感できるとすごく楽しいなと、趣味とかね、考えていることが一緒やと楽しいなと思うんですけど、でただそれが全くぴったり合わなくても、興味を持って聞いてくれるっていうかね、よく聞いてくれる人、こうなんですよ、ああなんですよ、こういうことで悩んでるんですよ、こういうこと楽しいと思うんですよっていうことに、いや僕これそれ興味ないから別に知らんしみたいな態度だと、もう喋る気なくすんですけど、それでそれでみたいな感じで、知らんことでも共感してくれるというか、へえそうなんやみたいなね、それは面白そうやなとか、今度自分もその本読んでみるわとか、知らない世界でも共感を、なんていうんですかね、表現してくれる、共感してくれるみたいな人と話してると、すごくスルスル言葉がこう出てくるなと思ったりします。でもう一つは、同じようなところなんです。よくうなずいてくれるとか、あと笑顔ですね。やっぱりね、この笑ってくれるっていうのはすごいホッとするっていうかね、話をしている中でなんかそれおもろいなとか、なんかこう面白いことをこっちが笑かそうと思って言ってるのに無表情でおられると、あれガクみたいになるんだけど、すごくよく笑ってくれるとか、表情が豊かな人ですね。なんかその笑ったりこう、怒ったりっていうのはあんまりね、会話なんかであれだけど、なんかその表情が豊かな人ですねっていうのは、反応が分かりやすい人、なんかそれはどうかなって思うことと、それはいいんじゃないって思うこととか、面白いねみたいなことを、なんかこう言葉だけではなくて全身でというか、表情に現れるとすごく安心しますね。で、この人は今喜んでんのか、こう楽しんでんのか、しょうもないのか分からへん人がいるんですよ、中にはね。その喋ってて、私たちが一生懸命こう笑かそうと思って、ほんでらこうでなあでなって喋ってるんだけど、無表情の人っていうのは
分からんってなるんですね。すごいこうのれんに腕押しというか、こう喋る側からするとこうね、なので、まあ、反応がだから表情が豊かな反応があるとすごくお話がしやすいですね。話してて楽しいです。まあ、これって、まあ、ミュージシャンとお客さんとかお笑い芸人とお客さんみたいな関係もあるかもしれないですけどね。お客さんがいいとミュージシャンもお笑い芸人もな、お笑い芸人がどこから出て、まあ喋りだからね、出てくるか分からない。多分お客さんがいいとパフォーマンスも絶対良くなると思うんですよ。だから、お客さんをただじっと見てるっていうよりは、いいライブにするって思ってね、こうお客さんがイエーイとかね、まあ今は飛沫が飛ぶからあかんって言われるかもしれんけど、ノリノリで踊り出したり、一緒に歌ったりね、そうですよね、それが楽しみなんだからね、ライブの早くなんとかね、その時間を取り戻したいね。なんかだからそうやって共感できてるっていうかね、一緒に楽しんでるよっていうのがお客さんが反応してくれると、ミュージシャンとか多分お笑い芸人もどん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 こう乗ってノリノリでこうパフォーマンスができるようになるんじゃないかなと思ったりしますね。なのですごく反応がいいっていう人、表情が豊かな人とお話ししてると楽しいなと思います。でもう一つはまあやっぱりこういろんな話の中で、まあ今は特にコロナのこともありますし、どうしてもあのマイナスなお話になることもよくあるじゃないですか。でこうまああんまりね、私がお客さんに相談する、まあなくもないな、相談することがあるじゃないですか。こういうことで悩んでるんだけどとか、こういうことが今問題起きてるんだけどとか、まあどうしたらいいと思うっていうのをお客さんと共有するというかね、その本格的にこう私今落ち込んでんねみたいなことは話しないですけど、逆なんでね、立場的に。でもこういろんな問題点とかがあることを、そのお店のねことについてお客さんに一緒に考えてもらうみたいなことで、なんかお客さんの意見を取り入れていくっていうかね、お客さんがこうしたらいいんじゃないって言ったことをどんどん取り入れていきたいなと思うので、こうどう思いますとかいうのを聞いたりもするんだけど、なんかそのそういう会話の中で、なんかそのマイナスなことをプラスに変えて、でもそれはこういうふうに考えたらいいんじゃないとか、なんかこういうふうに思ったらプラスなんじゃないとか、で例えばこういうこと言われたんだよねみたいな、こういうこと言われちゃったんだよねみたいな時に、でもそれはそういう意味じゃなくてこういう意味なんじゃないっていう、そのプラスな方にね、そのマイナスな意味で言ったんじゃなくて、それプラスの意味で言ってくれたんじゃないのとか、それは考えすぎじゃないとか、そんなこと思ってないですよとか、相手の人はきっと、私ちょっと考えすぎる癖があるので、それは考えすぎで、そんなこと考えなくていいよとか、こうプラスに変えてくれる人、マイナスをっていうのはすごくホッとしますよね。そのまあだからその会話、私分かりましたね、これで今喋ってて分かりました。なんかこう要するにまとめると、喋っていて安心する人ですね、ホッとする人っていうのがこう会話をしていて楽しい人ですね。っていうことはこれを逆に考えると、相手を不安にさせる人っていうのはちょっとしんどくなりますね。なので不安を煽るとか、マイナスな感情をさらにマイナスに持っていくとか、マイナスを共感しちゃうとか、それは最悪だねみたいな、なんかことになってくると、あずどう思ってなってくるとかね。まあそれこそね、なんか何を喋っても否定されるとか、こういやそれはこうじゃないとか、それは違うよとか、これはこうだよとか、こう何言うても批判から入ってくるっていうか、悪いとこ見つけようとするというか、その何かのなんかこの会話の中で否定するところから入るみたいな、やっともう喋るとしんどくなってくるんですよね。もうなんか何言うても否定されるから、もうこの人喋るの嫌やなってなってくるんですよね。だからでまあ会話の内容も、まあお客さんから持ってきてくださる会話の内容も全て
なんていうんですかね、悪いとこを見つけて喋ってくるっていうか、それがお店のこともそうだし、いろんな、なんだろうね、その世の中に対してもそうだし、自分のそのお客さんの周りの人のことに対してもそうだし、悪いとこを ばっかり見ちゃう人ね。なんかそういう人と喋ってると、こっちもこうだいぶ頑張らんと気持ちを持っていかれちゃうので、こうふんってこう踏みとどまって、こうあまりそこに、まあ、こっちが共感するとマイナス感情もらっちゃうんで、なんか頑張らんと喋れへんですよね、そういう人とは。とか、あのさっきも言いましたけど、無表情な人ね。何を言っても何を言ってもこう反応がなかったら、ものすごいこう何言ったらこの人笑うんやろみたいになってきてこっちが悩んじゃうとか、あとそのマイナス発言ですよね。もうずっともううじ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 してるでしょうね。疲れるわーってなる、こっちもね。だからそういうところがあって、なんかこう、まあその別にね、まあこういうお店に来る人たちはもう自由にね喋ってくれて、自由にしてくれた私たちはそれに合わせて喋るというか、だからどんなにあの変な話うじうじした人でも、マイナス発言の人でも、あの批判してくる人でも、私たちはそれをプロなので、それをうまいことこうかわすというか、上手にあのこう話題を つなげていくっていうことをするんで、私たちはまあそれでいいんですけどね。それを一般的な、例えば彼女とか奥さんとか、まあ彼氏もそうだけど、まあ会社の人とかとそういう話し方をしてると、やっぱり周りにしんどい思いをさせてるんじゃないかなと思うんですよね、そのまあ楽しくない側の人はね。なので、まあできるならばね、その人と喋ってて、あこの人と喋ってると楽しいなって思ってもらえる方がいいと思うのでね、なんかこう喋ってて楽しいなって思うにはどうしたらいいかなみたいなのを、まあ常に心がけておくとね、なんか人間関係というか日々が本当に楽しくなっていくんじゃないかなと思うのでね。まあ本当にあのアドラーも言うてますけども、人間の悩みはもう 100% その人の悩みっていうのは人間関係、対人関係やって、もうあの全てにおいて対人関係が悩みの原因やと言ってるぐらいなんでね、その対人関係を良くしていくためにはね、やっぱり一緒にいて楽しいなって思ってもらえるような人になるってすごくまあ大きな要素かなと思うので喋ってみました。まあこれを見た方がね、なんかちょっとでもね、明日からこう日々いろんな人と会話する中でね、楽しいなというね、あの時間を過ごしてもらえたらいいなという思います。ということで今日は、話をしていて楽しい人楽しくない人というテーマでお話しさせていただきました。ということで今日もご覧いただきありがとうございました。お相手はモダンタイムス店長のヒロでした。チェッ。